8番9番ピッチングウェッジ、これはセンターでしょう。ちょっとこれは左へキックしてるのをピン入ってるんですね。あ、すごい。ここはね、あれはホームコースのプロだ、ホームコースというか自分がこのウェントワースのメンバーだから打てるショットだと思いますね。あ、前のホールで初めてワンダウンして、すぐ返せるかどうか、返せるかどうかですもんね、うん、すぐ返していけば、まあ、オールスクエア乗ってくるかもしれません。ライル、どうだ、返した、またオールスクエアです。これで4度目のオールスクエアになりました。松の木を越えて左ドグレッグ、お、ライルの声ですか。あっ、そういった意味ではライルはここはなんとかバーディーを取りたい、まあ、セカンドショット一番いい条件のところへ持っていきたいと思うんですね。これはまあ2オンは無理ですから一番いい場所へ持っていくということでしょう。今のはちょっとね、トップ気味にあの日吉さんがついてくれてるんでしょ。だから13番ぐらい行ったら次のホールあたりでまたね話を聞いてみたいですね、はい、今日は決勝ラウンド、この両者の決勝戦、日吉貞夫プロについてもらっております。さあ寄るか、おお、これは随分奥です。これはライルがアプローチをしてほとんどありません。サンディライルはドライバーで打つというのは、これはそうですか、サンディライルの戦略としては珍しいですね。今このボールギリギリ右フェアウェイの右サイドですね、はい、ここはねサンディライルがねドライバーで打ったアドバンテージどう生かすかですね。これだいたい7アイアンぐらいですね。ドライバーで打って勝負をかけてきたサンディライル、これも来ました。あ、少し傾斜で全部流されました。はい、これも、まあホームコースの2人がね、ウェントワースのメンバーの2人がプレーしてるからこそ出てくるバーディーチャンスですね。本当ですね。右からと左から。そう、彼はもうこれピンの左からフェードボール打とうとしてますよね。これだけ大きい人がこれだけフラットに振っていくんですからね。それでややカット気味にこれは打ってますね。カット気味に打ってピンの左から、はい、まあ、フェードボール打とうとしてちょっとでも狙ったところよりは左行きましたけども、でもあそこ、マウンドがあるっての知ってますからね、怖くないんですね。まあ、ここで再び差が広がるか、オールスクエアのアドバンテージを取ってこれを入れてオールスクエアにするかどうかですね、先ほどはリードを許してすぐさま取り返したライル、わー足りない、これ上り坂なんですね、やっぱり打ち切れませんでしたね、ライルもですね
頭の中によぎらないといえば僕は嘘だと思うんですね。やっぱり4回決勝来て1回も勝ててないっていうのは、ね、はい、またかなという気がね、多少どっかでチラッとしたりするんじゃないでしょうかね。今度こそという気持ちがちょっとまたかなという感じね。まあこれは2段グリーンの上ですから大丈夫ですが、それでもアドバンテージはファルドですね。そうですね、はい、14番ティー終わってバーディーチャンスにニック・ファルドがつけています。クア、まあ、ヨーロッパの賞金王にはサンディ・ライルは3回、ファルドは1回しかなってませんからね、さあこれは4番か5番ぐらいでしょう。アイアンがターフ取りませんね。全然取ってませんね。追いついて一気にここでまた再逆転とするのか。先にやっぱりね、さっきから面白いですね。13番はね、彼はドライバーで打って後から打ったんですね、セカンド。残りは3ホール。このホールもライル得意のロングアイアンですね。おそらくドライビングアイアン、1番アイアンだろうと思います。ドライバーは飛ぶんです。ドライバーじゃない、ドライビングアイアン、めちゃくちゃ飛ぶんですね。去年1回戦で対戦したデビッド石井選手がデビッド石井のドライバーとほとんど同じぐらいだというふうに言ってたそうです。でもこれはスプーンですね。もう本当にカップのわずかに手前にボールマークができたでしょうが、さあこれはどこかな。うわ、いやーこれはまたすごいですね。まあ、16番というのはですね、比較的バーディーの出やすいホールではありますね、まあ、それにしても2人ともナイスショットですよね。入れられると決してこれも簡単なパットではないんで、どうか、入れ返す。このティーショットがどこに行くかということですね。2回戦も準決勝も36ホールマッチで行われておりますが、2ラウンド目の17番というのはこのライルは共に経験しておりませんで、その前に決着をつけておりますので、過去ここは2回戦と準決勝、そして決勝第1ラウンド3回回っております。パーとバーディーとイーグルがあります。あ、これはいいですね。全然夜になったみたいでしたけどね、今日前半はもっと飛びすぎたと言いますかね、あれをラフを突っ切って林の方まで行ってしまいましたが、いやまあ今のショットはいいとこです。これは2オンチャンス。ああいいようです。もっと手前、もっと手前、あっと乗ってくるか。まあしかしここまでセカンドショットで持ってきました。まあ確実なところへ持ってきましたね。どう破って17番で決着をつけるのか。しかし、いやーこれも、いや今しかし、ええ、しかしって言って私止まっちゃったんですけど、ね、はい、あそこからパターを使うのはめちゃくちゃ難しいって言おうと思ったんですよ。はあ、過去ね、この試合ずっと見てきてですね、
あのグリーンエッジ、手前のグリーンエッジからね、バレステロスなんかはね、必ずそのランニングアプローチですね、セブンアイアンとか、はい、奥へ向かってこれめちゃくちゃ速いんで、肩を使ってうまくいった人ってのはあんまりいないんですね。これをあのカップへ入れれば優勝。どうだ、入った、やりました、5回目の挑戦。これは嬉しいでしょう、見事です。